最高。ヨーブラザー、知らせゴールです。今日はレイドボス、カルス皇帝の2ターン殺しの編成をご紹介したいと思います。まず表世界に2人、これが、体力のあるタイタンを使っていた方がいいかもしれないですけど、ハンターでも構いません。で、裏世界に4人、これはウォーロック、あとはハンターですね、こちらをちょっと残して、置いた方がいいと思います。必要になるもの、まず表世界の人はね、中の人が号令をかける時の、頭がごちゃごちゃにならないように必要なものがあるので、これを用意してください。まあ、頭のいい人は大丈夫だと思います、モニターの下に台座の種類を書いた紙を置いておく必要がありますね。で、裏世界の人が、印を、表世界の人に伝えるんですけども、まあ、この号令に合わせて、表世界の人が、壊さなきゃいけないものがね、決まります。でその時に視覚的に消去していくっていう方法を使った方が、頭がごちゃごちゃにならないで雑魚処理の方にも影響出ないんで、こういう手法を取りました。はい、じゃあ表世界2人の説明します。で、知らせ右側なんで右に夫人ですね、ハートマークのところです。で、次は斧ビースト太陽。斧ビースト太陽なんで聖杯ですね。聖杯は左側の人が担当です。で、これ雑魚処理をしながら、裏の世界の人が号令かけてくれるのを待ちます。これ安全圏は柱の裏ですね。斧ビースト太陽。このビースト太陽またですね。で、聖杯ですね、左側のリラさんの番です。で、殴りましたね。で、これでまたできるんで雑魚処理をしていくと、そうそう、ネームが出てきたらそれを優先で倒す。聖杯太陽ビースト。はい、じゃあこれ斧ですね。左下の斧になります。左下の白い丸の斧になります。はい、じゃあ次最後かな。斧ビースト太陽。斧ビースト太陽、聖杯ですね、左前で、これで、全部になります。ここから雑魚処理に入ります。で、もうあとはスパチャですね。スパチャを使ってこのタイミングで、処理していくと。ちょっと危ないんでリラさん、これ復活、リラさんじゃ、これ味方を復活させてスパチャを使ってこの引き出し状況を打破と。で、スパチャはね、ソーラなんで、ソーラキルすると HP が回復するっていうスキルも白玉がつけております。で、裏世界の1人は1人死んじゃったんで、今回は、戻ると、1人戻った編成になりますけども、裏には3人しか残ってない。ただ今回の編成の利点は、裏世界の人がチョンボしてしまって1体ね、やられてしまった場合でも、裏世界に残るのが3名残るんで、まあ、バフ取りには、まあ、通常取りに削れるんで影響はないと、まあ、リカバリが効くっていう編成になっています。はい、じゃあこれシールド割って、そろそろですね。できるだけギリギリまで耐えて、自分の HP がなくなるって思ったらシールドを壊しきるのがベタですね。はい、じゃあ次右前からいきます。右前の台座から、攻略になりますね。まず多少こう雑魚を削りながらみんなが揃うのを待って、で、みんなが揃ったら号令をかけて台座に乗ると。はい、乗ったら、はい、シールド貼って、でバフつけてというような。で、今回使ってくるのはね、ロケランとか使ったんですけど、マーシュレスとかそこら辺使って火力出していっても構いません。で、今みたいにボスが手を挙げたら攻撃してくる合図なんで、そしたら次の台座、今回は右前右下っていう編成になってますので、この手が上がる瞬間です。それまで削りきります。なのでバフが73しか乗ってないんで、おそらく1ゲージショットしか削れないとは思う。はい、こう手を上げたら次の台座、次は左下の台座になります。斧の台座ですね。はい、でこれ打ってと。はい、また手を上げてくるのが、まあこれぐらいで削れば3ターンっていう感じですね。はい、まあ、ちょうどね、3人残りと4人残りっていうのが比べられるんで、ちょうどいいね、クリア動画になったんじゃないですかね。はい、こんな感じ。ゴールガンぶっ放してハンターを入れた理由ですね。
で火力を出していくと最後結構伸びるんですよね。これで56も張ってリフトあって、でこれで一ターンって形になりますね。あとはまた雑魚処理をして最初の状態になります。最初の雑魚処理で、あの裏世界に6人で行って2人だけ戻ってくる。で戻ってきたら、雑魚処理をしながら号令を待つというような2人4人の編成で、これからねそういう形でやるんですけど、一回ここで裏世界の説明に一回入らせていただきます。はい、じゃあ裏世界くんちょっと忙しいんでね、あのよくご覧になってください。まずは号令ですね。号令をしっかり見る。機体にマークが出ます。はい、正解。そしたら右の方にカウンシラーが出てくるんで、僕はクロスなんで右の出てくるカウンシラーを担当しました。で左真ん中右っていう順番で、このモンスターの機体に出るマークを喋る。これ周りの人が見えてるのと自分が見えてるの、あの違うマークが出てるようです。はい、じゃあここですでにねルートを確保しながら、はい、斧と行った後にこう必ずサイオン、このちっちゃいねサイオンってやつがあのスナイパー撃ってくるんですけど、これ一発食らうともう弾かれて死んでしまいますんで、まずは必ず号令をかけたらサイオンを潰してカウンシラーっていう順番でしっかりあの処理してください。で最後の一旦に関しては、マークを言わないで右のか、サイオンを倒す、中央を少し援護してカウンシラー、これで全部倒し、でこの後 の処理なんですけども、バフが乗るドクロを出してくるんです。で最後の、皇帝カルスに与えるダメージが増えるバフを、これを倒した数だけ乗ります。で左の方に、ね、数がどんどん出てくると思うんですけども、この処理の仕方を今から説明します。はい、じゃあまず図の上の方ですね。これが正しいやり方、機動部隊とかの特殊部隊とか敵を包囲するとき、銃撃戦をするときっていうのはこうやって囲んであの集中的にあの撃っていきます。なぜかというとドクロが放射線状に散らばっていくんで、こういう布陣じゃないと取りこぼす可能性があるということ。で下の方は間違った方で、中央に味方が溜まってしまって放射線状に銃を撃ってしまう。こうなるとドクロを、ね、取り残してしまう可能性があるのでお気をつけください。はい、じゃあ続きですね。第2ターン目、こちらは、そのままノーカットでご覧ください。すみません、ね、相手がスピード投げれたから1回投げたんだよ。アンパンマンさんいらっしゃい。アンパンマンさんじゃん。なんでこんな場、なんでもう1回出てきたこいつ。マジで本当だ、2回出てきた。びっくりした。間に合うかこれで。よし、こっちも復活権利ゼロだから生き延びないとな。一回も死ねないぞこれ。みんなも死ねないですよ、中の人復活権利ないから。 OK です、うん、オノ太陽ビースト。オノ太陽ビースト。もうシアさんマジでこれ左行っていいんすこれ。落としはなりますけど。じゃあダメだ、あとは、ま、任せるもう。太陽聖杯オノビーストね。じゃあナイスです。オノ太陽ビースト。ラスト。よっしゃ。ちょっと太陽だけお願いします。はい。で、こっちは。よし。よし。フルバフで。のっせよ、頑張ってください。わかった。任せろ。これ次決め切るぞ。はい。100バフつけましょう、100。100以上いくぜ。よし、スピードパスだ。いくぞ。
撃て、リアさん撃て、リアさん撃て、足りない。今7人。ごめん、リアさん、壊しちゃったね。ヨーブラザー、ジョンさんから元気もりもりって言ってました。ありがとう。もう一旦行くな、これ。まあいいや、とりあえず、これ、なん、あ、いいよ、お願い。いきますよ。いいよ。はい。今、池でありまーす。ダメンダメンダメンクソ、どうした、弾外しただけ。あ、びしょ、はい、これが痛いんですよ。いや、いける、これいける。82ついてる、さっきよりすごいな、すごいな。なんでわしの GM いくよ。はい、どうぞ。やりきる、やりきる。はい、どうぞ。逃げる。よいしょ、次やりきるぞ。決めきれ、まだやったことないよ。撃て、よいしょ、オッケー、やった、よっしゃ、準備して、ほんからシールテープで撃て、やべ、もうちょい、やった、うー最高はい、って感じで、表世界に裏世界読んで、まあ、バフをね、しっかりつけてやることによって2ターンで倒せるっていうような、あの、編成の動画でした。多分これ10分かかんないで、皇帝倒せるのと、あと表世界が安定すれば、あの、裏世界の方は、まあ、おそらく失敗しないと思うんで、まあ、結構な確率で、あの、成功できるんじゃないかと思います。ぜひぜひお試しください。よかったらね、今後も攻略動画上げていきますので、ぜひ、チャンネル登録と、ご視聴の方よろしくお願いします。では、さよなら。